械というとどういうイメージを持ちますか？ロボットでしょうか？それとも自動車、飛行機でしょうか？人類がこれまでに製造してきた最大の機械はこちらにあるノックネバスという石油タンカーと言われています。全長458メートルです。一方、最小の機械は分子マシン、2016年ノーベル化学賞を受賞しています。大きさはわずか数ナノメートル、数十億分の1メートルという小ささです。どうでしょう、数ナノメートルから458メートルまで、実にそのスケールは10の11乗、1000億倍というスケール感があります。これは例えるとゴルフボールと太陽との差ほどのスケール差があります。人間を基準にすると、これまでできた機械というのは大きいものよりも小さいものの方がはるかにスケール範囲が大きいのです。実は皆さんもいろいろ小さな機械を身につけています。腕時計は伝統的なその小さな機械の一つでしょう。この中には極小の歯車であるとかゼンマイ、モーターなどが組み込まれています。一方、スマホはどうでしょうか。こう画面を縦横に自動的に切り替えたり、 GPS と連動するモーションセンサーは最も身近で、そして先進的な微小機械の一つです。このモーションセンサーの電子顕微鏡写真がこちらにありますけれども、この中央付近の大きさはだいたい長さ100マイクロメートル、髪の毛の太さぐらいの大きさしかありません。しかし、このような複雑で微小な機械の原理は非常に単純で、バネに支えられた重りの動きを高校生の物理でも習うコンデンサーの静電容量の変化として捉えています。そしてその精度は計算すると、わずか原子1つ分の動きさえ検出することが可能なのです。このような微小な機械は従来の機械と違って、その材料、作り方、そして設計方法も全て見直す必要があります。例えばこのモーションセンサーでは半導体回路で使われているシリコンが主に使われています。その他にも光で固まる高分子材料であるとかアムロス合金といった結晶構造を持たない特殊な金属材料が使われています。作り方も従来の機械は加工された部品を手やロボットで組み立てていますが、微小機械の場合はそのように直接手を触れることなく、同じように半導体を作る方法であるリソグラフィーであるとか 3D プリンターの一種である光造形法、そして生物や自然現象を利用した自己組織化などといった方法を用いています。有名な物理学者リチャード・ファインマンの言葉にもありますけれども、そこには多くの余地がある、すなわち微小な世界には多くのフロンティアが広がっています。もちろん皆さんの未来にも多くのフロンティアが広がっています。ぜひ我々と一緒にフロンティアを切り開いていきましょう。